サイトを作ったのは周南市に本社を置く中徳ホールディングス。これまでも廃棄物アートのコンテストなどはあったのですが、一般の方が気軽に購入できるような廃棄物アート専門の販売サイトはなかったそうです。販売されている作品は先ほど紹介したペットボトルアートのような大型のものだけでなく、こちら段ボールを使ったメガネケースや牛乳パックを使った名刺入れなど、普段使いできるような作品も登録されています。どうしてこのようなサイトを作ったのでしょうか。代表の吉本龍太郎さんに伺いました。廃棄物について考えたり、持続可能性のことをすること自体をかっこいいとか憧れよう、そういうふうな文化を作りたくて、廃棄物や作業となったもの、アート化されたものを直接個人の方々にお届けする必要があるなということをずっと思っておったんですね。ですので EC サイトを作って、それを介して直接そのような商品やアート、あるいはインテリアのようなものというのがお手元に届くような仕組みを作りたくて EC サイトをオープンしました。ところでサイト名のアクタプラス、どういった意味があるのでしょうか。廃棄物とかゴミとか不要となったものというのを昔からアクタ、チリアクタと言われていたんですね。アクタを保有したり、アクタを飾ることがかっこいいんだ、憧れなんだというような、その憧れをプラスするという思いでアクタプラスという名前を作りました。このような取り組みをアーティストはどのように感じているのでしょうか。イタリアで活動している畠田光康さん、ブドウ栽培などで不要となった針金を使ったアート作品を制作していて、手掛けた作品はイタリアの国立博物館に所蔵されるなど注目のアーティストです。社会とか見ていて、そのもちろんプラスチックとか、ね、使いすぎるのも良くないしっていうのはもちろん普段から、まあ、みんなアーティスト、まあ、一般の人たちもそうでしょうけど考えているので、やっぱりそういうことをもっと、ね、推し進めてというか、みんなの意識の中にこう感じさせるというか、まあ、そういうものを作ってくれたことは、まあ、すごいありがたいと思っていますね。アーティストってやっぱりどうしても作品を作ることに集中して、そういうね、広げていくこととかに無頓着というか、なかなかできない、まあ、自分たちはアートしてるんで、やっぱそういうのをこう一緒にやっていける、そういうサイトがあるのは、まあ、とてもアーティストにいいことですし、お互いこれをどうやって広げていくかっていうことを、ね、考えながら共有していけたらいいなと思っています。